今回も前回に引き続きケブランリ美術館について紹介いたします。前回紹介したセクションは人間のような人間でない何か、そういったものがテーマでした。今回紹介するのはケブランリ美術館のメインともいえるアフリカ、アジア、オセアニア、そしてアメリカ大陸が育んだ文明や文化、そういったものをがっつりと味わえる、そんなセクションを紹介したいと思います。たくさんの宝がこの美術館には眠っているんですけれども、その数なんと35万点にも及びます。ただそういった品々を置いてあるだけではなくて、内装や照明などすごいこだわって作られていて、中を歩くだけでも映画のダンジョンに入ったような、そんな気分になれます。皆さんもぜひエッフェル塔からほど近い場所にあるケブランリ美術館、ぜひ足を運んでみてください。